い、どうも。今回はこの方。ああ、松重豊さん。どう見ても違うでしょ。この方が戦場で食事する姿をひたすら撮影したものなんて、人気でないでしょ。それはそれで見てみたい気がするけど。とにかく、今回は、石川一正さんね。ああ、滝川一正さんとよくごっちゃになる。いや、ごっちゃにならないでしょ。確かにお名前は微妙に似てるけど。石川さんは、家康さんより、10歳くらい年上かな？そうだね。1533年生まれだからね。で、家康さんの元を去って、秀吉さんに着いたと。それが、大きな謎とされてるよ。なんで？それをこれから見ていこう。そもそも石川家は、ご先祖をたどると、あの八幡太郎、源義家さんに行き着くよ。ふーむ。ご先祖が義家さんって、前にも誰かいたような。今川さんかな？ふむ。で、この、八幡太郎義家さんの、五男か六男の義時さんが、河内の国坪井石川省、現在の大阪府萩城市に移り住み、義時さんの三男、義元さんが石川を名乗って、石川氏の祖となったよ。ふむ、つまり石川一正さんは、由緒正しい家柄と。うむうむ。その子孫はその後、栃木県へ移り、15世紀中頃、義元さんの10代後の、石川正康さんが、なんとあの、一向宗の蓮如さんと共に、三河に移ってきたよ。意外な人と縁が。で、この正康さんって、一正さんの何代前？5代前のようだ。まだ随分前ね。この正康さんが、松平氏が安城に進出して、安城松平家を創設する上で、とてもとても役立ってくれたそうな。安城松平家って、松平氏の中でも、家康さんの家系だっけ？うむうむ。家康さんから見て、何代前くらい？ 6 代前の松平信光さんと、5代前の松平親忠さん。つまり、石川氏は、安城松平家創設時から役立ってくれて、ついでにその時に、安城松平家の家臣に？うむうむ。じゃあ石川さんは、譜代中の譜代だね。そうだね。ちなみに徳川家臣団では、この、安城城主時代からの家臣が、最古三譜代として、一番ランクが高くて、安城式譜代と呼ばれるよ。ほうほう。中でも石川さんは、その初めから家臣、というわけだね。うむうむ。その石川さんが出奔したから、みんなびっくりしたというわけね。いや、まだそこまで飛ばないで。ということで例によって、家康さんが今川義元さんのところに、人質に出されるときは、それに同行。でもその義元さんが、桶狭間で戦死。その後家康さんは、今川氏からの独立を決意するけど、一つ、必勝に困ったことが。何かね。正室の瀬名姫、後の築山殿と、嫡男の竹千代、後の信康さん。それから娘の亀姫を、今川さんのところに置いたままだったよ。このままでは三人の命が。そんな時に立ち上がったのがなんと、この石川一正さん。一説によると、家康さんが止めるのも聞かず、一人で駿府に乗り込んで、人質交換の交渉をして、三人を連れ戻してきたと。石川さんめっちゃ優秀。なんでも、石川さん本人は、感情がほとんど表に出ず、その一方で、人の感情を読み取るのは得意だったので、交渉ごとにはとてもとても役立ったそうな。そうなのね。ということで当然ながら、1562年以降の清洲同盟成立のために、交渉役として大いに活躍。そりゃそうでしょ。信長さん側の交渉役は、滝川一正さん。なんだって。入れ替わっても気づかれないパターン。いやさすがに気づくでしょ。そして1563年には、家康三大危機の一つ、三河一向一揆勃発。さあ石川さんはどっちにつく？てか、石川さんってご先祖が、あの蓮如さんと一緒に三河に来たんだっけ？うむうむ。ということで石川家は代々、筋金入りの一向宗信徒。一向宗信徒たちのリーダーと言ってもいい立場だったよ。ということは、石川一正さんは、家康さんの敵に？うんにゃ、回収して家康さん側についた。おお。一向宗とは代々強いつながりがあるのに。それを裏切ってまで、家康さんのために働いたと。そんな一正さんが出奔したら、そりゃびっくりだね。まだそこまで飛ばないで。ちなみにお父さんは一向一揆側に。おう。どっちが勝ってもいいようにしたのか。ただ、一揆が起こった時には、すでに亡くなってた説もあり。ふむ。ただ三河一向一揆が終わった後、石川宗家の家督は、一正さんの叔父の、石川家成さんが継いでるよ。どういうこと？叔父さんと言っても、一正さんより一つ年下なんだけど。ますますどういうこと？やっぱりお父さんが裏切ったとみなされたのかも。ふーむ。
それから、家成さんは、家康さんのいとこだったというのも大きいかも。つまり、数正さんのお父さんから見ると、家成さんは異母弟？うむうむ。家成さんのお母さんと、家康さんのお母さんが、姉妹であると。そうだね。なるほど。それは大きそうだね。だからかもしれないけど、1566年に家康さんが三河を統一して、新しい軍編成として、三つ備えを作ったとき、西三河州の旗頭は、石川家成さんとされたよ。ふむ。まあ3年後には家成さんは掛川城主になって、数正さんが西の旗頭になるんだけどね。今川氏真さんが掛川城を明け渡したとしか。うむうむ。その後は、姉川、三方ヶ原、長篠などで順調に活躍するけど、1576年に大事件が。何があった？家康さんから、水野信元節を切るよう命ぜられるよ。え、水野さんって家康さんのおじさんでは、これまでいろいろ助けてくれた。うむうむ。なんでなん？佐久間信盛さんの残言が原因と言われるけど。どんな？水野信元は武田氏と通じている。なんか似たような話が他にもあった気が。でもそれで信長さんに疑われて、家康さんが命令、と。うむうむ。それで、平岩親吉さんと共に、水野節を切ったわけだけど。これで、家康さんのお母さんの、お代の方に、石川さんは恨まれたとも言うよ。むう、命令で仕方なくやったのに。さらに1579年。今度は、かつて石川さんが、命がけで救い出してきた。家康さんの正室、瀬名姫築山殿と、嫡男、信康さんが、家康さんの命令で自害に追い込まれるよ。これも信長さんに疑われて、って通説では言われるやつ。うむうむ。この時は、事情説明のために、酒井忠次さんが、信長さんのところに行ったんだけど、酒井さんは二人を十分弁護できず、救えなかったとも言われるよ。そこは交渉の達人、石川さんが行くべきだったのでは。お二人を助け出した人なんだし。ところがその時石川さんがどうしていたか、よくわからないそうな。謎だ。さてこの後、1582年は例の、本能寺の変から神君伊賀越えっていう流れだけど、ここでは石川さんは家康さんのお供をしてるよ。ふむ、石川さんも三大危機すべてで、家康さんを支えてるのね。ところがこの直後から流れが変わるよ。あの人の登場か。秀吉さんは、速攻で明智光秀さんを撃った後、信長さんの重臣だった、柴田勝家さんと対立するけど、家康さんは、しばらく対立してくれて、お互い勢力を削り合ってくれればいいな、なんて思ってたそうなのね。ところが翌1583年には柴田さんが負けちゃったと。その時は、早すぎるわと、家康さんも叫んでしまったそうな。秀吉さん、仕事早いよね。で、家康さんは、これは思った以上にヤバいやつだ。と思ったのか、すぐにお祝いのために、石川さんを使者として、秀吉さんの元へ送るよ。そこで秀吉さんと面識が。もうこの頃から暗に誘われてたのかもしれない。石川殿、お噂は金がね。いやー、あなたほどの人を家臣にお持ちとは、家康殿が羨ましい。などと言ったかもしれない。で、翌1584年には、小牧長久手の戦いで、秀吉さんと家康さんが対立するけど、その年のうちには僕。ふむ。すんなりは僕。石川さんが関係してるのかな。そして1585年には石川さんは出奔して、秀吉さんのところに行ってしまうよ。ふむ。で、先祖代々、それから数正さん自身も、あれほど忠誠を尽くしてきたのに、なぜここで突然出て行ったのか。それが謎とされてるよ。あの三河一向一揆の時ですら、多くの家臣が裏切る中、石川さんは、先祖代々の信仰を捨てて、家康さんについたくらいだもんね。うむうむ。それで、出奔理由について、有名な説を挙げてみると。ふむ。秀吉さんの魅力に負けた、恩賞に目がくらんだ。信康さんを支持してきたから、信康さん自害で立場がなくなった。石川家の家督を、家康さんの命令で、おじさんが持っていった。周りに対秀吉強硬派が多くて孤立。秀吉さんから言われた。あなたがうちに来てくれたなら、家康殿を攻撃しないことを約束する。裏切ったふりをして、豊臣方の内部から、家康さんを助ける。八の家康さんはすでに亡くなっていたとは。影武者が本物にとって変わったので、そんな奴に従えるかという説。それは、小説とかでありそうだね。でも、裏切りっていうのは、どうも違うような気が。6とか7あたりなんじゃないかな。直前の小牧長久手の戦いでも、家康さんは小牧山城に陣取って、自ら出撃するときは、城の守りは石川さんに任せたというから。
それ、全幅の信頼を置いてるってことだよね。家康さんが出撃してる時に、背後のお城で裏切られたら、家康さん一瞬で敗北しちゃいそうだし、少しでも裏切りの疑いがあったら、慎重な家康さんだから、そんな大事な役は任せないのでは。そうかもねー。この後家康さんがうまく立ち回って、最終的に天下を取ってしまうのは、密かに石川さんが働いていたからかもしれないね。石川一正さんの子孫の方も、石川家では家康公のことを悪く言うのは聞いたことがない。逆に、秀吉さんの方はよく言わないこともある、とおっしゃってるそうなので。もし裏切ったのなら、家康さんへの不満めいた話が伝わっててもおかしくないよね。うむうむ。でも、徳川軍団の秘密を熟知する石川さんが出奔した後、家康さんは軍の仕組みを武田流に改めているので、それを見ると、やっぱり裏切ってたのかも。そこは単に、もともと改革の必要性を家康さんが感じていたのかもしれないし、出奔を大胆な改革のための口実にしたとも考えられる。ふむ。大きく変えようとすると、子さんたちが反対しそうだしね。それに石川さんは、徳川軍の秘密を秀吉さんに明かして、信頼を得ることができるよ。改革前の、教えても問題ないような秘密ね。まあ真相はわからないんだけど、とにかく1585年に、石川さんは秀吉さんのもとへ。で、石川さんは、すぐに秀吉さんから8万石をもらい。さらに、小田原攻めの後は、信濃松本に10万石をもらい。松本城を作ったり、城下町を整備したり、治水工事をしたりして、今では信濃松本藩の、初代藩主とみなされてるよ。江戸時代まで生きたの？うんにゃ、1593年か92年に亡くなったそうな。ふむ。文禄の役の頃か。ただ息子の石川康長さんの頃、大久保長安事件に関わったとされて、海域の上を家断絶となったそうな。ええー。何その事件？大久保長安さんという、老中まで勤めた人が、死後、不正蓄財を疑われたんだけど、息子たちが調査に協力しなかったので、兄弟7人、家康さんの命令で切腹。ええー。で、大久保長安さんとの関係を疑われて、石川兄弟も罰せられたよ。おう。ということは一正さん、やっぱり裏切ってたのかな。わからぬ。ということで、ちょっと松本城見学してくる。じゃ。ふむ、いいとこらしいからね。でも交通費あるのか。ま、いいか。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。